では1年間ジャスピオの撮影をやってきたんですけど、ここで春田さんと黒崎さんに質問したいと思います。はい、質問いっぱいあるから、はい、まずね、一番思い出深かったことなんか何ですか、黒崎さん。あのやはり塚田清美さんに会ったことが一番思い出深いことですね。どうもありがとう。わざとらしいわよ。春田さんなんかは？僕ですか。やっぱり僕はあのジャスピオンっていう作品をね、やったってことがやっぱりもう部分的じゃなくて、あの役者としてやったってことが一番思い出になりましたね。あ、そうですか。じゃあね、一番楽しかったことって何ですか？楽しかったこと、やはりその現場の雰囲気がね、楽しかったっていうのが一番自分の、なんていうんですかね、肥やしになったっていうかね。面白い人いっぱいいたもんね。いたね、ユーモアのあるしね。な、照明具さんの登るとかさ、マリゴスとかさ、そうだね、あだ名マリゴスなんかつけられて、すごいその彼なんかすごいユーモアがあってね。そうだね。じゃあね、春田さん、辛かったことは何ですか？そうですね、やっぱり作品を通してね、やっぱりやってる時はほら、もう真剣にやってますからね、そんなに感じなかったですね。もう楽しい方がやっぱ先に来たから、だからもう印象はやっぱ楽しかったっていうのが良かったね。うん、私なんかね、クレーンで釣られた時すっごく怖かったんだけど、怖いって言えないからもっと怖かった。あ、普段やったことがないからね。そうね、だってアクションっつったらすごい顔するもん。私アクションできませんしとかっつって。だってできないもん。そうだけど、アクション多かったけど、どうでした？怪我とかありました？怪我、何回かあったね。何回かあったね。めったに怪我しない方なんですけどね。でもあった、あったね、手がこんな腫れてたり。次ハウさんに当てられたこともあったしね。そうだっけ。そうだって、ハウさん顔もやらなかった？顔やったっけ俺、顔もともと悪いもん俺。じゃあね、一言最後に皆さんに何か言ってください。皆さんに、ジャスピオン終わりましたけれども、これからまたより一層飛躍の年にしたいと思いますんで、虎年で年男なんですけれども、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。終わり、終わり。はい、春田さん、1年間どうもありがとうございました。マットギャランを応援していただいてありがとうございました。普段はこんなに優しいお兄さんですから、画面はね、作ってるだけで、普段はこんなに優しいからあまり怖がらないで、これからも応援してください。じゃあ、1年間本当にありがとうございます。みんなの、思い出に残る作品になれたらいいなと思っています。これからもみんなじゃない私たちをよろしくお願いします。まとまったかな。いいんじゃない。オーライ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